新野町が金梅さん、野田さん、ミュウツーさんを訴えるっていうことを言っているわけよね。まあ、それがネタとか、まあ、リップサービスじゃなくてガチでね、じゃあ訴えた場合、訴えるとしたらどうなるかっていうことを、まあ、自分なりにね、まあ、結構真面目に考えてみたんでちょっと話します。でこの3人だよね。とりあえずさ、この訴える、まあこれ民事の話ね、にしてもさ、相手がさ、どこの誰だかって分かんなきゃいけないわけよ。で金梅さんとこの野田さんに関してはさ、まあ、住所とかさ、本名とか分かると思うのよ。まあ、俺知らないけどさ、まあ、自宅でやってるし。でミュウツーさんに関してはさ、住所と名前分かんないよね。だから特定するところから始めなきゃいけないよね。でこの特定するまでにさ、弁護士使って開示請求とかするにお金かかるよね。20〜30万かかるんじゃない。まあ大変だよねって思うし、まあこっからになるよね。まあ俺が知らないだけで、住所とか名前とかね、なんか公になってるかもしれないけど、まあってところですね。でまあ新野町がじゃあこの3人をね、まあ特定できましたって訴えますってなった時に、じゃ本人訴訟するのか、それとも弁護士を使ってやるのかって話になってくるよね。で仮に本人でやるとしたらね、要はさ、あの訴状を作んなきゃいけないわけじゃん。まあそれ別に知り合いでもいいわけよ、訴状を作んのね。でまあ作ります。でそうすればさ、まあ印紙代とこの切手代だけで安いわけよ。まあそっちの方がいいよねって俺は単純に思うわけよ。めちゃくちゃ安いからね。裁判そのものをするってことは実は安いんだよ。要はこの印紙代っていうのは自分が訴える金額に比例して変わるわけよ。まあそれ表あるから、まあ、ざっくり言うと、まあ損害賠償、まあ、10万円だったら印紙代2000円とか、100万だったら1万円とか、まあそんな感じなわけよ。まあ、切手代っていうのはなんか特殊な切手で、まあちょっと高いんだけど、まあそれでも1万2万の話で、まあ安いわけですよ。でまあとりあえずね、裁判始められるよね、これでね。で要はさ、相手の、名前、住所と、まあ、ここを揃えて訴状を作って裁判所に持ってけばね、絶対受理されるからね。それで、まあ、スタートってなりますよね。で仮にね、弁護士を使った場合、やっぱ弁護士を探さなきゃいけないよね、単純にね。でちなみになんだけどさ、今回の国選のついた弁護士っていうのは非常に優しくて有能な弁護士らしいのよ、グミさんが言うにはね。でグミさんもあの今後ね、この弁護士を使っていきたいって言ってたわけよ。まあ、そのぐらいいい弁護士だったわけ。でも実際ね、新野町が、この3人をさ、まあ、訴えるってなってさ、まあ、弁護士を、まあ、自分で探すわけじゃん。まあその国選の弁護士でもいいよ。でもさ、引き受ける人が少ないと思うんだよね、これ現実問題。なぜなら新野町ってさ、有名だしさ、リスクなわけよ。なぜならさ、新野町をその扱った、弁護士事務所とかでさ、ネットでこれ有名になっちゃうじゃん。そうするとさ、叩かれるしさ、このマイナスなイメージがついちゃうわけよね。だからまあ現実問題、この新野町をその受け入れてくれる弁護士って少ないかなって思うんだよね。でもやっぱりその、まあ、東京はね、まあ、すごいからいろんな弁護士がいまして、まあ、引き受けてくれる弁護士もいるんだよ。でもね、それは特殊で割高だと思いますね。要はさ、これがあのモリノスってところだよね、契約してんだね。こことかさ、あとまあ天チムにもさ弁護士いるじゃん、まあ、エンリケさんとかさ使うような弁護士しかないと思うんだよね。でもそれってさ、普通の弁護士でもめちゃくちゃ高いのに、さらに高いからね。要はさ、こういう極物の大きな弁護士事務所ってあるわけよ。それは本当に高いからね、めちゃくちゃ高いから、まあ、費用だるい 200% かなって思うんだよね、ここら辺の弁護士。新野町を、受けてくれる弁護士っていうのは、まあ、特殊で割高、まあ、こういうインフルエンサーとか、なんかホストとかさ、そういう特殊な人だから、マンションとかでもさ、水商売とかさ、なんか外人とか通りにくいじゃん。でも中にはあるわけじゃん。まあマンションの場合は高くなんないけどっていう感じで、まあ
こういうことかなと思いますね。で、まあ、仮にね、まあ、新薬長が弁護士、じゃあ、つけましたってなってね、始めるとすんじゃん。裁判で、ね、それでさ、まあ、本人訴訟でもね。でさ、年齢で、言われたのが嫌だったわけでしょ、訴えるんでしょ、まあ、提訴でしょ。でさ、じゃあ、ここなんだよね。数字でさ、証明できる、実害がないっていうのが、まずちょっと良くないっつうか、痛手かなって思うんでね。どういうことかっていうと、この実年齢をこの言われたことによって、この、新薬はさ、12歳の新薬なわけじゃん。で、12歳グッズが売れなくなったとかさ、この囲いがさ、幻滅して、サブスクを一気に抜けたとか、スパチャが減ったとかさ、なんか、実害がないんだよね。だから、その3人が年齢を言ったことによって、こんだけのね、この、損害が出てるってさ、なんか、ないよね。俺が見てる限りね、12歳グッズが売れなくなっちゃいましたとかさ、ね、囲いが幻滅して、サブスク抜けちゃいましたとか、どうしてくれるんだって、この訴えてやる提訴っていうのが、まあ、本来のさ、弁償してくれっていうのが、まあ、裁判だと思うんだよね。でも別にさ、そうじゃなくても別に裁判は別にできると思うわけですよ。ってなるとさ、じゃあどうするかって言ったら、新薬長の、まあ、心の話だよね。要はさ、パワハラみたいなことだよね。簡単に言うとね、職場でね、いじめられた、まあ、精神的、まあ、損害とかさ、名誉感情の侵害とかさ、侮辱とかになるよね。まあ、そうなるとさ、ここをさ、どうにかしてくれよ。まあ、仮にこれでさ、面繰りに行ってさ、すごいお金かかりましたっつってもさ、そこが結びつかないと思うんだよね。だから、でもまあ実際訴えてるってね、事実としてあるわけじゃん、このようなことでさ。ってなるとさ、裁判所はさ、こう言うと思うんだよね。じゃあ、和解協議に入りましょうかって。で、要はさ、じゃあ数万円ね、その被告の方に、和解金としてじゃあ払ってもらいましょうか。か、もしくはこのゼロ和解だと思うんだよね。まあお金はなしでもいいよ。で、要は、じゃあね、せっかく訴えたんだから、この被告のね、良くない SNS を、まあじゃあ消してもらいましょうか。とか、これからは、まあお互いをこの SNS で扱わない、まあ絶縁するっていう、ことにしましょうかって、まあ、和解の内容を決めて、まあ、終わるのかなって思うんだよね。だから、そのためにさ、裁判するよねって話になるわけですよね。だから、要はさ、被告側っていうのはさ、弁護士つける必要ないと思うんだよね。本人訴訟で全然対応できて、まあ、こんなことだと思うから、まあ、和解金も多分つかないと思うんだよね。要はさ、ここでさ、裁判所が和解金3万とかしましょうかってなったらさ、こう和解しないでさ、判決まで行ってもさ、大して変わんないわけよ。なら、この手前で終わらしちゃった方がいいよねってなるわけですよ。ってのが、まあ、僕の見立てですね。で、あくまでもこれ俺、素人なんでね、俺はこう思うよって話でさ、実際のね、この正解っていうのは、この、裁判官、裁判所しか出せないから、弁護士だってたくさんの弁護士がいて、その一人一人違う意見言うわけだし、ってことだよね。あとまあ、思ってる以上にさ、大きく悪く転がったとかあるわけじゃん。なんか、セブンイレブンかどっかのさ、コーヒーカップのやつさ、M サイズを L サイズになんかすり替えて、なんか飲んだら、それで、ね、起訴されたとか、逮捕とかあったでしょ。こんなことだよみたいなのあるから、だからそればっかりはね、まあ、裁判所のお気持ち次第でいろいろ決まるんじゃないのかなって僕は思います。以上です。どうもありがとうございました。